前半36分貴重な1点決めてくれました。まずはあのシーン振り返ってみていかがですか。はい、まあ田中さんが頑張って上に上げてくれたので、とりあえず思いっきり飛ぼうと思っていたとこに来たんで、思いっきり飛んでやったら入ったのでよかったです。ゴールシーンはやっぱり気分が良かったです。でもなんか喜ぼうって思ったら田中さんが倒れてて痛んでたので大丈夫かなって思って、まあ大丈夫だったんで良かったです。でも同校選手のその貴重な1点をスタートとしてリーグ戦の今日から後半再開しましたが、はい、見事勝利で終えることができました。代表組不在の中、カップ戦もしっかり横尾選手チームを優勝に導きました。そのあたりはいかがでしたでしょうか。うん、まあ、カップ戦は本当にメニーナだったり、本当にチーム普段出てない選手とかチームが全員一つになっての勝利だったので、それもまた違う意味で本当に嬉しかったですし、まあ、でも今日からはまたリーグが後半再開したので、とりあえず0で抑えれて結果だけ見たらまあ3対0だったので本当に良かったなと思います。次節はアウェージェフ戦です。リーグ戦優勝に向けて改めて次節への思い、そして意気込みをお願いします。はい、まあ、リーグ始まってとりあえずいい流れで今日は勝てたので、まだまだ本当に課題はたくさんあるんですけど、まあ、来週に向けて積み上げていって、また次も無失点で勝ちたいなと思います。期待しています。今日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。